せーの。よし、はい、こういう感じで安全に帰れますように。はい、こんな感じかな。 OK。 Thank you。 どうした、これいいじゃん。おはようございます。今日は16日でございます。5日目かな、違うか、4日目か。12に来てるでしょ。13、14、15、16だから5日目だね。今日はどこに行くんですか。ニセコビュープラザ。お、パーキングエリア安藤ニセコの駅の近く。お、ニセコ駅の近く。それはあの外人さんとかが言ってた、昨日会長さんが言ってた温泉が。温泉あるけど、ニセコ駅の温泉までちょっと遠いから多分そこまでは行けない。あ、そこまでは行かない。なるほど。じゃあ歩いて行きます。これセメント工場だって。今日はゼロかな。ゼロ、ゼロディグリーくらいかな。あったかいね、割とね。滑りそう、怖いね。北海道の人はこの看板のこの標識のことは青缶って言うんでしょ。知らない。そうなの。そう、青缶ってみんな通称青缶って言ってるらしい。結構歩いてきました。だいたいね20分25分ぐらい歩いてきました。もうちょっとでサービスエリアに着くみたいです。あれなの、お、なんか可愛いお店じゃない。あれお店春って書いてある、パン屋さんかなね。ここですか。ニセコビュープラザ。おお、道の駅か。雑誌に載ってたジェラート屋さんなんだけど多分閉まってるから。どれ、これがニセコジェラートだけど。あ、そうなの。そう、もうね閉まってんの。まあ冬だしね。ミルクファームも私に出てたやつで、なんかここでは有名なんだって。へえ。このアイスクリーム食べよっか。よし、アイス食べよう。ニセコ観光案内、道の駅ですね。地酒とかあるのかな。ビルあるよ。ビルある。とりあえず朝日だね。いやいや、ニセコビルあった。うん、飲むかとりあえずね。じゃあニセコ IPA をゲットしようかな。こんにちは。IPA? IPA. I go for IPA. じゃあ、I'm gonna go for the pale ale. あ、でも I'm gonna drink it anyway, so... お、はいはい。ルピシアのコーナー。ルピシアのコーナーじゃないですか。ディラルピシア。我々ここで演奏してますよ。欲しい。これもお、これね、ゆかちゃんに買ってもらいました。あ、コーンスープとか飲んでみたいね。うん、今度ランチ行こうね。あ、いいね。カレーもあるんだ、そこは。うちのマミーに去年なんかいっぱい送ったんだけど。あ、そっか、送ってあげればいいのか。うん、そうだね。これ、
ジェフのやつじゃない？スモールジェフじゃない？チェロ。ポテトだ。あのコロッケ美味しかったよね。Yeah. 何ですかそれ？黒豆。あ、黒豆ですか？チリ。セコ道の駅。わお。レアチーズケーキって書いてあるよ。うん、本当だ。わあ、チーズケーキ。わお。黒豆をお酢で戻す。美味しいの？へえ。卵だけのスープ。ゆりね。ラララー油。ラララー油。これはあなたたちが食べるやつ。うわ、ニンニク美味しそうじゃないか？ああ、確かに。ね。うわ、白菜とかキャベツでかい。立派ですよ、かなり。ビーツ売ってるよ。あ、食べてるじゃん。ほら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 。うちら食べてるよ、こういうの。そうだね。うん。ビーツ美味しいよね。ビーツ。ナイスビーツ。とりあえず、妥協案としてですけども、ゆかちゃんが、こっちで許してやるかと言って。してんだからね。アイスクリーム食べるそうです。あ、なんか、おつまみみたいのあるよ。コーンスープ、ジャガバター、コロッケ、フライド、ポテト。フライドポテト？ペールエール、IPA。IPA。いただきます。チェース。おいしい。はい、焼いたソーセージです。まあスパムみたいな感じかな。いや、うちやこれは完全にビールだ。ビールのYou can buy grain and hops. Sometimes you need extra sugar, but yeah, you can buy that for like under 2,000 yen and make like 25 beers. Like a lot of beer. Like that much. In a big barrel. Wow. But it's hard to get it like really right. Right.It's hard to get it really good. 芋餅だって、なんかみたらし団子的な。そう思ってたのとちょっと違ったからびっくりしたの。うん、うん、どう？うん、あ、美味しい。うんうんうん、みたらし団子っぽい。でも甘じょっぱい感じ。平和の感じ。平和の感じ。一杯のやつ。え、ホンダコーヒー店目指す感じでいいの？いいよ。How far from here? Four hours today. Shall we shoot part two? うん、同じ絵だな。なんだこれ。神社だ。借りた神社でいいのかな。借りた神社かな。まあ後でグーグル。はい、こんにちは。ちょっとお参りしていきます。まあせっかく来たしね。よし、来た。お参りしますよ。着いたかな？ね、あ、そう。え？このほら、あのほら、お家のさ、うん、隣に看板みたいに出てるでしょ？飛び出てるやつ。飛び出てるやつ。あれは全部サバドさんが作ってるんだよ。あの昨日だっけ？夕べのだ、一昨日か？一昨日かな。一昨日の日とか。もっと行くとね、全部ああいう看板がたくさん出てくるの。ああ、すごいね。じゃあこういうのはあの人全部作ってんの？全部。社長のやつは。郵便局となんか郵便局のなんかマークになってんの。うん、へえ、そうなんだ。すごいね。あ、あるじゃん、あるじゃん。ほらほら、これじゃない？あ、そう、それ沢田さんが作ってるんだよ。かっこいいじゃん。はい、到着しました。これニセコアカデミーでいいのかな。あ、違うか。ホンダコーヒー店。全然違う。ごめんなさい。はい、こんにちは。こんにちは。
これさっきのところがここ、そうで、ここからここ道の駅だ。この辺が今我々が滞在しているとこ、うん、こう行ってこう来たか、こう来たのか、うん、こう来ました。ニセコ駅あるよここ。でもニセコ駅まで行ってないから、今この辺かなもしかしたら、うん、で我々が演奏してるのはくっちゃん町のここ、うん、じゃないかな。この辺がで、ここからまっすぐ来て、ここがヒラフ の、 こうあの十字。ああ、いつもここをこう我々行き来してんだ、うん、そう、ローソンがあったりセイコーマークがあったり、うん、クラフトビール、うん、いつもこの辺にいるのね、うん、ここら辺に行って泊まってんのはこの辺で、うん、今日はこう来たよと、うん、なるほど、これは車ないと無理だな。カリブト神社、カリブト神社、はい、もともとここの地はマッカリブト。あ、そうなんですね。ニセコは全然昔はそういう地名なかったんです。で向こうはマッカリブトで、分かれてこっちはカリブト、カリブト神社が、マッカリとマッカリブトで一つだったんだけど、はい、マッカリとカリブトで、そうですね。あ、なるほど、ありがとうございます。ホンダコーヒー店さんのおすすめのラタトゥーユとカレーですね。でカツカレーです。またカツカレー、ジェフカレー、ピザ、ピザ、ピザ関係ない、ピザ関係ないけど、いただきます。はい、今ねカフェ行ってきました。何もしてないね、ご飯食べてきただけで帰ろうと思います。ジェフは焼酎買いました。僕はビール買いました。じゃあね、来た道を帰ろうと思います。40分ぐらい歩くのかな、これ暗くなるんじゃないか。戻ります。暗いなんだこの画面、分かんない、暗いよ。はい、今帰ってます、帰ってますよ。真っ暗ですよ、危ない、多分どうせ何も映ってない。車、はい、車来た、はいはいはい、あ今映る、今絶対映る、よし、はい、もう映んない。